サデークは、ベトナム南部メコンデルタ地方、ドンタップ省の都市。サデークはクメール語で、水の神を意味し、メコン川の加工と農工業の交易、成果と米及び米粉製品の生産で知られる。サデックとも、かつてはカンボジアの領土であった。1757年、カンボジアの内乱に介入した高南原子により、ベトナム領となる。19世紀までは、 ドンカウ道の首都であり、メコンデルタ最大の都市として知られていた。1956年以前のフランス植民地時代、及び1966年から1975年までの南ベトナム時代にはサデーエク省のショートであった。また、1976年から1994年までは死者ながらもドンタップ省のショートであったが、1994年4月29日に、 カオラインにその地位を譲った。2013年10月14日に死者から城へと昇格。今日ではおよそ20万2000人の人口と3つの工業団地を有し、メコンデルタの多くのビジネスマンを引きつけている。ベトナム戦争中の1960年代半ばには、アメリカの河川省海底の基地となっていた。ドンタップ省南部に位置し、ピンロンとロンスエンのほぼ中間地点にあたる。 上部は、ティエンザンに沿っており、サデエク側が死を2分する。市中心部より、約500メートル南東の位置にバスターミナルがあり、メコンデル高地やホーチミン市へのバスが出ている。また中、近距離バスは、市中心部の市場近くにも停車する。ショートのカオラインとの間には、メコン川があり、橋がかかっていないため直通バスは存在しない。隣接する、ビンドン省のビンドン市とは、 ローカルバスで結ばれている。安山省方面へは、ロンス園の南約4キロメートルにあるバムコンの、渡し場へのローカルバスが存在する。市中心部より約1キロメートル北の位置にミエウチャンの、渡し場があり、隣接するカオライン県とをつないでいる。サデー区は、以下の行政単位に区分される。手と5日後に控え出荷に勤しむ、花の村地域一帯が、 池花の産地として著名であるが、特に市中心部から2キロメートルほど離れた、小炉848号線を中心とした一帯が、花の村として観光客を集めている。テトの前になると、ホーチミン市や遠く、ハノイからも注文が届き、農民たちは出荷に追われる。メコン川を挟んで隣接するカオライン県のジャングルの中には、ベトナム戦争中に、 南ベトナム解放民族戦線の根拠地であった。グエンフエ通り2 5 5バ番地には、1928年から1932年まで、サデークに住んでいた、フランスの作家、マルグリット・デュラスの小説の題材となった、王水、ハジムの家がある。デュラスの母マリーが働いていたフンブオン通りと、ホースアンフオン通りの角にある学校は、今も残っており、 春武音小学校となっている。デュラスは、裕な家人家庭の子息であった、大水はじむとサデークで出会って、上司を重ね、この体験をもとにした、小説、愛人は1984年に、コンクール賞を受賞した。大水、はじむの家は長い間政府機関の事務所として、使用されていたが、2007年に一般公開され、フランス語、英語、ベトナム語のガイドが行われている。 ありがとうございます。